ラッピング列車台湾鉄道少女は台湾鉄路管理局の事実上の公認マスコットキャラクターである。別名は大鉄少女。2012年12月台湾鉄路管理局は観光列車の監視の星号に台湾において22年ぶりに復活する食堂車のラッピングとして萌えキャラを採用することになった。その後グッズなども台湾鉄路管理局ファンショップなどで 販売されるようになった。台湾の視野文装講師がキャラクターデザインを担当している。事後は台北社半組所属の社長であり、外見は金髪の美女、性格は活発で、情熱的で、乗客に親切。誕生日は12月5日、いて座で、血液型は A 型。赤隅は台湾鉄路山頂所属の主任コックであり、 天才的な腕前で乗客に最高級な料理を提供する。誕生日は3月3日、ウオザで、血液型は B 型。アイリーとは7都社勤務所属の乗務員であり、性格は冷静沈着。誕生日は7月15日、カニザで、血液型は A 型。モモラクこコとは二卵性ソーセージの姉妹である。モモラクココは7都社勤務所属の乗務員であり、 性格は親切でほがらか。誕生日は7月15日、カニザで、血液型は、O 型。アイリートとは二卵性創生児の姉妹である。ゼンマイはナナとキムダン所属の運転士であり、細かい気配りができ、様々な動力車を運転できるなど、運転技術は一流。誕生日は10月12日で、天秤座、血液型は、O 型。前全4人より後に登場。 地ゴとは同性だが演者ではない。2017年秋に地通表彰講師が台湾鉄道少女デザインの4種の限定版1、通りを発売したが、このうち1種に地ゴが制服姿で土下座しているイラストが含まれていた。大鉄の駅員や乗務員が加盟する老素、台湾鉄路産業公会に対する根回しもなく採用されたことで、 敬意を書いていると、ーソが反発しただけでなく、大鉄局長が立法院の質疑に召喚されるなど、騒動が拡大し、地獄番のみ、販売停止に追い込まれた。大鉄危機人、ありがとうございます。